移ります。はい、2003年にですね、イラク戦争が終わって、2004年からですね、このアルビラあたりはですね、猛烈な建設ラッシュになってました。今は私の後ろもそうですけど、10年経った今もですね、アルビルはですね、経済がすごく復興しててですね、このような、ね、建設途中のビルがですね、あちこちに見受けられます。でここもですね、つい最近起こった、ISIS によるそのモースル侵攻によってですね、一部の人たちがこの建設途中のビルの下に住んでたそうですけど、今また違うところに移ったそうです。今この後ろもそうですし、この右側ですね、こちらもそうですね、このようにですね、建設途中、アルビル郊外は特にですね、建設ラッシュがですね、この10年間ずっと続いてます。真後ろこちら側もですね、建物を作ってますね。こんな感じでですね、アルビルはですね、あちこちが建設ラッシュ、未だ続いてます。あざっす。はい。